じゃあちょっとヤスさんはアップスなんすよ、はい、なのでちょっとこっちのバンクでちょっとアップスをやってもらおう。ちょっとさっきリンタロウ上手だったからさ、リンタロウちょっとアップスやってみて。あ、逆サイだまた。あ、いや、リンタロウはあれっすよ、レギュラーなんで。だけどじゃあいいや、ごめん、ジンがアップスやって。こんにちは、こんにちは、すいませんね、騒がしくて。オッケーオッケー。じゃあまずやるよ。頑張れよ、意外と早いです。やりました。まだヤスさんの見てないんですけど、まずもうやる前に言っちゃ、今俺が何気をつけてたか分かる人います？はい、ここでハイライン。正解。もっと重要。さあ何でしょう。さあスケボー映してください。僕のスタンスここで乗ってました。さあみんなアクションするときどこ乗ってますか？もっと後ろ出る。ここですよね。これアップスはここなんですよ。なぜならここは板がこの時浮いちゃうのね。でもアップス何がしたいの？加速でしょ。加速ってことは四輪駆動で加速させなきゃダメなの。これってブレーキだからね。ってことはここせめてビスの上、せめてビスの上ね、乗せましょう。これがコツです。だからこれみんなこれやってみて、全然違うから。いや、それは確かに面白いです。意識したことがない。で、もっとハイラインでよ、ジンボ。オッケー。はい。まあ、ちょっとバックサイドはごめんね。上り坂でなんかちょっと変な感じだったけど、ここめっちゃいいわ。あそこしかも掘れてくるし、ローラーっぽい。なんで？ポフ。どっちかと言ったら、あっちよりこっちなんですよ。確かに。あっちよりこっちだわ。あそこちょっとね、スピードがつきすぎてね。バンクがもっと急だと楽しいかもしれない。ちなみにちょっとこの動画多分出たその俺のちょっと 1000m バンクスっていうのがあるの。 100m バンクス超えた 1000m バンクス。知らない知らないですよ。まだ動画出してないんだけど、やばいバンクあるやん。みんなで行きたい。行きたいです。多分もう動画には出てるからこの時には。やばい今。長島のアウトレットぐらいだからね。あ、なんか分かった気がする。分かった気がする。そこって。まあ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 。まあ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 。ということで、とりあえずこっちに戻りましょう。じゃあ今からみんなアップス。じゃあヤスさんも含まずヤスさんから行こう。はい、ね、ヤスさんから。まあ今のアドバイス聞いた上でやってくれていいからね。行こう。アップス。いいよ、もっとハイライン、もっとハイライン。いいよ、いいよ。オッケー、オッケー。オーライ。失速してきたら、もう無理しなくていいから、下っちゃっていいよ。まあ、本業はフロントでしょ、やりたいのは。ね、オッケー。お、うまいじゃん。お、いいよ、いいよ、いいよ。うまい。うわお。っていうかヤッサンなんだけど今今ヤッサンの回なんだけど。ヒロステンハイライン、思いっきりハイライン。もっと上、もっと上、上。一番最初にもっと上まで登りきりな。はい、うん、もう一番ギリギリ狙ってっていいから、はい、さあもう一回バックサイドも一番上ギリギリ一気に登る。もう登る。そう、そっからそっから。そう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 。いいよいいよいいよ。オッケー。ナイスだ。ナイス。いいいい。でフロントも同じ、はい、思いっきり上で登って、はい、でなるだけトップのラインを。でも分かるでしょ、全然違うでしょ。オッケー。さあ行こう。向かい方だな。
もっと漕いできていいから、思いっきりトップに登っちゃって。もっと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 いいよ、ハイライン、ハイライン、もっと上、もっと上。多分ね、上り坂の向かい風でむずいわね。でもバックサイドめっちゃ変わったよ。よかったですか。え、自分どうだった。綺麗、気持ちよかったでしょ。はい、波だったでしょ。はい、あれでもっとリズムよくテンポよくファンファンファン罰重ができるといいの。あれ荷重はしなくていいから、はい、ふわってふわができればいいから。いや、めっちゃよかった。ありがとうございます。わっさんビビったね。今までで一番良かったみたいな。マジで見てるこっちもなんか感動しました。あ、うそ、マジで。JJ パークの動画やばいっすよ、これ。そう。JJ パークに出てるだけでこんなに上手くなるんですよ。いや、でも、いや、みんな、やっぱベースは、スケボーちゃんとやってるから。だから、乗り方どうこう言わなくてもできるわけじゃん。それがいいね。もうさ、あ、こここうしなきゃダメだよじゃないもん。はい。腕の開きとかさ、いきなりできたじゃん。はい。でしょ？はい。はい。はい。OK、じゃあみんなでやろう。最後。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、疲れたね、ちょっと。疲れました。さ、ねえねえねえ。でも結構やってんでしょ、普段。普段みんなやってますよ。ね、毎日。いや、めっちゃうまいわ。俺ちょっと正直ちょっと自分幻滅したもん。いや、マジで。なんかね、トップのキレいいわ。みんな、マジで。ほぼ毎日やらせますからね、ここ。すごいわ。いや、ちょっと凛太郎からどうだった。いや、もう今日、今までなんか、うん、自分、今までスピードつけがちだったんで。ああ、でも、わかるよ。俺もそうだったもん、もともとなんで、そのボトムターンとか、うん、それを全部スピードで解決しようと思ってたんで、うん、はいはいはい。なんか今日スピードを初めて落として、うん、やっぱ、今日のライディングなんかやってて気持ちよかったんで。そうだね。なんか俺、いろんな動画で言ってんだけど、やっぱりオーバースピードって結果論、メイク率が高くならなくなるやん。あのサーフィンでも特に。でもスピードがないと成り立たない技ってサーフィンではほぼスピードがないと成り立たないんだ。だからちょうどいい塩梅が重要やね。そうで、サーフスケートもそうなんだけど、オーバースピードになってくるとウィールがずれたりとか、多分その何テールがすごい滑りすぎちゃったり、まあテールはね滑らしたりとかできるからあれなんだけど、ボトムターンは特に四輪でこうターンしなきゃいけないから、まあ何本か見てた時にリンタロウやっぱこうズレがあったから、まあそれはあれはもうおそらくオーバースピード、うん、だからもう俺はリンタロウに言えるのは、ロースピードのターンを覚えたら強いよ。あのトップのキレももっとスローでいってみる。スピードでごまかすんじゃなくて、もう自分の操作と体のひねりでターンできたら、もうあなたの卒業。本当の意味で卒業。はい、でもリンタロウさすがでした。あー、うまかった。カメラ向けられてあれはすごい。俺なんかね、ひどかったもんね。いやー、じゃあヤスさん、はい、ヤスさんもめちゃめちゃ良くなったもんな。アプス今までずっと課題で自分分からなくて、まあ、その都度先輩とか周りの友達とかに聞いてたりしたんですけど、やっぱ分からないところが多くて、そうだ、ね、どう動かしていいか分からなかったんですけど、今日は本当に的確なことを言っていただいて。いやいや、的確っていうか、まあまあ、うん、俺が思ったことしか言ってないんだけど、で、俺実践しただけで、そうだよね、感覚的にも変わったんです。まあおそらくね、多分やれることってもっとあって、たださ、今のさ、安さんに対してさ、一番最重要なものってさ、を今日伝えたの。だから、なんなら、多分本当に自分でも気づける範囲のことだと思う。はい、
とかみんなでも、まあむしろ無意識にやってるよこの辺とか、はい、だからそんな難しいこと言ってないから、だから気づけるか気づけないかの差だと思うから、はい、ありがたいですでもさってくれる、まあでもヤスさんやっぱり大胆さがちょっとないから、まあ比較的安牌に行く性格なんだなっていうのは分かる。で、あのしっかり加速したらアップスやりたいんだったらハイラインをしっかり取る、はい、俺もあのジンと人のフリーライドやった時になぜかノーアクションで上に登るでしょ、あれってサーフィンでいうテイクオフなんだよね、そう俺はあそこからじゃないとリズムが作れないんだよね、だからヤスさんも自分のリズムを作るっていう意味ではアップスも海に反映されちゃうから、ここでやってることが、はい、だからしっかり海のイメージをしなきゃいけない、ってことは海はボトムからスタートしないから絶対ハイラインを走らなきゃダメ、はい、だって抵抗した時どこにいんの、波のトップでしょ、はい、ってことはトップがスタートだね、下から這い上がっていくアップスはないから、うん、そこだけちょっと注意して、はい、やっててくれるかな、いやでもヤスさん、なんなら一発でやったでね。マジで。マジで。まあちょっとフロントがちょっとできなかったからあれだけどね。そうさ。じゃあちょっとGに来てもらって。Hey man。いや毎度毎度のGなんですけど。はい。いやジンどうでした、ちょっとジンはなんかちょっと、はい、ごめんグーフィーフッターで、はい、ちょっとなんか。いやいやジンがなんかどうだった、あ僕はなんかそれなんかスケボーやっててなんか確かにまだキレとか全然なかったんですけど、一番僕にとって重要だったのがフローを身につけた気がします、ね、あーだからやっぱり全体的にみんなはグイグイ系だから、ね、そうなんですよ、あー分かる分かる分かる、もう目先のことしか考えてなかったんで、そうだね、それで流れをつかめきれてなかったので今日なんか意外とそのジンさんが描いたラインで、うん、ちょっと学ばせてもらったかな、意外とね、だからちょっと凛太郎もそうなんだけど、はい、ジンぐらいのターンが本来はいいんだ、はい、やりすぎるじゃんね、はい、わかる、凛太郎ぐらいキレがあると映えるんだけど、海であれやると絶対メイクできんやんね、それは本当気をつけてほしい、あの、はい、本当に動画の途中でもちょっとディスってたけど映え系のアクションは基本海では成り立ちません、なんでちょっとあれノーズの帰り酔わないぐらいが海だとスプレーズバーン上がるから、だから実際蓋開けてターンうまいのジンうまいんですよ結構、あのテールもウィールがずれないし、しっかりノーズがブローしてテールがこう食ってくっていうスタイルなんですよね、でそれってテールはこうスラッシュしないから代わりにあのちゃんとテールは食ってるんですよね、レールが、ってことは海でも同じようなこと言えるんですよ、だから海でも結構スプレー飛ばす系で、リンタロウはテールブロー系、まあ僕と近いな、ちょっとテールがねブローさせるのが好き、だから抜く方ね、抜き系ですね、なんでここでももう若干サーフスタイルってもう確立されてて、これが好みになってくるんですよね、だんだん波のウェーブチョイスとか当てどころとかね、だからどっちかといったら掘れた波が好きなのはリンタロウね、リップがパチパチ飛んでくるのも好きなのがリンタロウだと思う、フィン抜けるし、でもこうねじ込んでいくのは多分ジンのが得意だと思う、まあそういったところでこういったところも見えるんで、サーフスケートでね、だから自分のサーフィンと自分がやりたいサーフィンとこう比べてみて、まあ自分がどういう風になりたいかですね、そうですね、はい、まあでもさすがのサーフスケートでした皆さん、はい、もうかっこよかったっす、ちょっと俺今から練習してくわはい、ということでまあちょっと長編動画になったのかな、前編後編になったのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ皆さん撮影ありがとうございました、今日はありがとうございました、はい、じゃあまた次は1000バンクスお願いします、お願いします、スケルトンベイって呼んで、スケルトンベイ、スケルトンベイ、いやだからもう1分なんてもう軽く超えてくるよ、やばいな、いやだから誰が、はい、俺あそこでやりたいのは誰が一番アクション、誰が一番ライディングできたかやりたい、あーいいっすねやりたいとにかくこけなければ延々にいけるから、おーあじゃあそうしましょう、こけたらもうバランス、まあ、でもこけないよりも疲れだわ、はい、もう踏めなくなると思う、じゃあそれ競いましょう、それやる、はい、オッケー、じゃあちょっとそれを次回このメンバーでまあもしかしたら増えるかもしれないですけどね、この4人だと一瞬で終わっちゃうんでおそらく2回とか回せないよ
やばいっすか、そんなに。いやいやいや、え、じゃあそれもうみんなでやりたいね。いやだからマジでメンツ揃えていこう。はい、俺 100m バンクよりそっち行きたいもん。あ、行きたい行きたいっす。じゃあそんな感じで、とりあえず、まあ、次回のね撮影企画も決まったとこなんで、はい、まあ盛り上がっていきましょうか。残りの冬ね、はい、夏に向けて頑張りましょう。ということで今日はこれで終わりになります。また別の動画でお会いしましょう。バイ。だから言えないんです。俺も恥ずかしい。ありがとう、みんなみんなありがとう。みんなありがとう。